新館は御影号にあります。創業は宝暦元年の1751年、現当主で13代目になります。それでは品質にこだわる当社の酒造りをご覧いただきましょう。お酒の原料は米と水です。良いお酒を作るためには欠かすことのできない第一の条件となります。六甲山の北側、神戸市北区大蔵地区、ここは日本一の酒米山田錦のふるさとで、古くから酒米の産地として有名なところです。主神館では大蔵地区の農家と村米制度により特別に契約し、そこで丹念に栽培された山田錦などのお米を使用しています。